ゲームボーイ、懐かしいゲームボーイの起動、任天堂なんだよね。かわいりつこ先生、今何やってんの。わあ滑ってきた死ぬ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 高さだろおい。何笑とんの。わあ、どっから持ってきたのその風船。楽しそうだな。結構命の危機に瀕してると思うけどな、この状況。心もとなくないか、風船一個は。この状況で。わあ、とっとこハム太郎4、虹色大行進デチュ。ね、やります。いやーもうこういうゲームがいいわ。なんか最近ずっとね、ホラーゲームとかね、やってきたんでね。こういう、癒されるゲームやりたいよね。過去にね、3はやったんですけど、まあ、ほぼもう記憶失ってますね、3の。だからもう、ハム太郎以外もほぼ名前忘れたな。あと、リボンちゃんね。リボンちゃん覚えてるけど。よし、やりますか、じゃあ。スタートボタン押してね。押します。スタートボタンでどれだ?これか。はいはいはい。続きから、始めから、塗り絵シール帳。塗り絵?塗り絵ってなんだ?シール帳も気になるけど。いやまあ、とりあえず始めるか。やることなくなったやろう。記録。あ、前の人のデータ残ってんだ。すいません、消します。あ、リボンちゃん。いや、この子覚えてる、リボンちゃん。ヒロイン的なポジションでしょ。ベルセルクでキャスカでしょ。まあ、とってもいい景色、デチュワ。出た、デチュワ。人間が住んでるっぽい街がある。あ、人間いるんだね、この世界ね。3だと、ハムスターしかいなかったけどな、世界に。人間いたのか。人間の生活圏を見下ろして、いい景色、デチュワ。あ、なんだこいつ。え、何してんの。え、これハムスター。え、タイツくんだろ、これ。全身タイツじゃん。もじもじくんだろ、もしくは。名前。懐かしいな、もじもじくん。あらなんかおばちゃん臭いな、喋り方が。何?あ、虹ね。はいはい。あ、虹でちゅわ?なんて綺麗なんでしょう。なんか面白いな、リボンちゃんの喋り方。みんなにも教えてあげましょう。あ、そこはあげまちょうじゃないんだ。あげましょなんだ。使い分けがわかんない。お、まさかのリボンちゃんからスタート。あ、ハム太郎じゃないんだ。へえ、あ、種落ちてる。リボンちゃんスタートか。キングダムハーツ2で空じゃなくてロクサススタートだったみたいな感じだな。ハム太郎スタートじゃないんだね、最初。さすが。4まで行くと結構凝ったオープニングだな。こっち行こう。わ、なんだこいつ。耳の色キモ。嘘お前。ははっ。耳鼻科行け。ハムハーハームハー僕リポーターの耳寄りくんです。耳寄りくん、耳の色やべえよ、マジで。すごいお母さんの取材で山に来たところなんだ。なんだ、すごいお母さん。いや、耳寄りくん、マジ病院行けって、お前。ピアスの穴開け失敗して産んでるだろ、それ。そんな色してる。ハムハーハムハーハムハーもう聞いて。もうなんだこいつ。こんなところに人参が生えてきたの。人参?あ、それ?邪魔だからさっきから引っ張ってるんだけど、なかなか抜けないのよね。いや、避けたら?もうどうなってるのかしら?邪魔ってどういうこと?あ、このツタの邪魔ってこと?あ、ダメダメ!その人間に触らないでね。え、なんで?抜いてあげるよ。どうやったら抜けるか考えてるところなの?うん。いや、引っ張ったらいいんじゃないの?アホだなぁ。所詮ネズミだもん。うわ!追い先短そう。いたな、ジジイハムスター。年金くんだわ。ハムハー!ハムハー!ええ天気になったな。あ、そうなの?あ、さっきまで雨降ってたのか。虹だし。釣りをするにはちょうどいい天気だな。ほっほっほっ。釣り好きなんだ。道具を楽しんでやがるな。あ、こっち?あ、なに?あ、ハム太郎じゃん!みんなで遊ぼうって言ってたのに大将さん遅いですね。いたわー、こいつ。なんだっけ?黒死病みたいな反転出てるやついたわ。でももうそろそろ来る頃なんだ。ハム太郎。ハム太郎覚えてるぞ。ハム太郎。なんだっけ?あ、そうだ、虹だ、虹。虹出てるよ。虹好きなんちゃん、ハム太郎。ハム太郎くん、講師くん。あ、そうだ、講師だ、講師。そうそうそう。未だに講師の意味がわかんない。リボンちゃんどうしたのだ?なんで論語書いた人の名前なの、こいつ。とっても綺麗な虹が見えますの。だから、マチュノじゃないの、そこ。虹?どこなのだ?そんな虹見たいかな?向こうに行けばよく見えますわ。いや、マチュワじゃないの?早く見に来てください。虹ですか?僕も見たいです。講師が食いついた。うん。
みんなで一緒に見に行くのだ。おう、じゃあとりあえず虹を見に行くか、みんなで。はっ、あっ、あっ、ええ、マジ、おお、引き連れられる。あー、あ、かわいい。あ、これはお子さん喜びますわ。なんで3でこれ実装してなかったのってぐらい。すげえいいな、このシステム。あ、リボンちゃん虹が見えるのは向こうじゃ。黙れ、孔子。国士って呼ぶぞ。その反転に由来して。ほら。あ、そうそう、右にまっすぐ行ったところ、デチュア。デチュア復活した。デスワとデチュアの使い分けがよくわかんないな。どういう時にデチュアって使うんだろう。ジジイ、ハムハー。粘菌くん。ハムハー、ええ天気になったな。あ、セリフ変わったりしてないのか。よし、行くぞ。虹を見に行こう。ほのぼのしたオープニングだな。ほら、あそこからよく見えますわ。マチュアって言って。すげえ気になるわ。統一して、そこ。マチュアかマスワかどっちかに統一してよ。うわー、とっても綺麗なのだ。ほんとに綺麗ですねなんなの、講師の喋り方。C 枠。素敵デチュア？あ、デチュアになってる。はぁ。いや、講師いる？これ。お邪魔じゃな。リボンちゃんとハム太郎っていい感じだったよね。あ、出たこいつ。こいつなんなの？こいつハムスターだよね。は？あれ？あ、虹が消えた。え？落ちそうになってる。こいつ虹を渡ってたのか。なんだその能力。あー、落ちた。え？いや、死ぬ死ぬ死ぬ。死ぬる死ぬる。ぐちゃってなる。え？あー、虹がー。いや、てか、なんか落ちてたけど、あいつ大丈夫なのか。あ、消えてしまったのだ。ハム太郎たちは見えてないのか、あいつは。せっかく綺麗な虹が見られたのに、残念、デチュア。あ、デチュアって言ってる。デチュアって言い出した。もっともっと見たかった、デチュ。見たかった、デチュ。ここで待ってたらまた虹が出るかしら。はぁ、そんな虹見たいかね。え、それは、困ったのだ。いや、でもいいじゃん、一瞬でも見れたんだから。虹ってそういうもんでしょ。あ、なんでしょうね、今の影。影。あ、あいつじゃね。ところでハム太郎さん、大将さんったらまだ来ないですね。大将、さっきの場所まで見に行ってみませんか。あ、なんか大将さんどうこうつってたな。待ち合わせしてたのか。あ、いたわー、こいついた。こぎたね、ハムスターいたわー。ふう、すっかり遅くなっちまった。ジェジェって、えジェ、そんな口調だったっけこいつ。あれ、ハム太郎と講師のやつどこだろう。耳ちぎれてるし、どうしたの。争いの形跡がある。おりょ？ん？なんか変な音が。変な音。なんだ？うわあ！どうした大将？は？ああ、さっきの、いや、死ぬ死ぬ死ぬ。大丈夫？タンコブで済んでる。勝てえ大将。防御力がんぶりかよ。今の音は何なのだ？大将とあいつがぶつかった音だ。向こうの方に何かが落っこちたみたいですね。大丈夫か？見に行ってみるのだ、孔子くん。おう。リボンちゃん、ここで待ってていいのだ。え、リボンちゃん、ここに待たせちゃうの。え、まあ、リボンちゃんがいいならいいんだけど。リボンちゃん、ずっと悲しんでるじゃん。ここで待ってたら、また虹が出るかしら。はぁ、あ。すげえ虹に執着するじゃん、リボンちゃん。虹が好きなキャラなのかな。はぁ、あ、じゃあもう大将のとこ行ってみるか。大将、あ、なんだこれ。え、こんなあったっけ。あそこにあった橋がこんなところに置いてあるのだ。あ、橋か。そういえば、吹っ飛ばされてたもんな。なんだか変なのだ。違和感に気づいているハム太郎。あ、あ、橋が、あ、大変なのだ、大将くんが対岸に。大将くん、いや死んだだろこれ。大丈夫か大将。あれ、向こうのハムは誰でしょうか。ハム。ハムスターのことハムって呼ぶの。とにかく助けに行くのだ。加工肉みたいな呼び方すんなよハムスターのこと。その板を運んできましょうハム太郎さん。あ、なるほど、さすが講師、頭脳プレイ。これを、お、なに？ハム。え？おおお。は？なになに？お？どういうこと？え？もっと仲間が増えたら持ち上げられるのだ。あ、そういうことか。そんなピクミンみたいな。あ、粘菌、おい。粘菌、一緒に板持ち上げようぜ。ハムハー。暇だろ？定年退職後。いや、釣りもいいけど持ち上げ、え？こういうことじゃないのか。え、この辺のモブの力を借りられるわけじゃないのか。え、じゃあ、リボンちゃん？リボンちゃん、ずっと悲しんでるけど。リボンちゃん、大将くんが倒れているのだ。うん、早く助けないとまずいぞ。大将くんが生死不明の重体だ。
助けに行こうと思ったら橋が外れてて、その板がとっても重そうで、みんなの力が必要だと。リボンちゃんにも手伝ってほしいんです。リボンちゃん力を貸してくれよ。わかりましたわ、一緒に行きましょ。行きまっちょじゃないんだね。もうこれ俺これ一生言い続けるぞ、リボンちゃん。語尾徹底してお願い。すげえ気になるわ。これね、じゃあリボンちゃんの力を。おい君たち、ちょっと待って。なんだよ年金、何さっきまでそ知らぬ顔してたくせに。物の運び方知ってるかな、説明を聞くかな。説明、あ、イエッチアーノンシステム懐かしい。これイエッチがハイですよ。イエッチ聞くか。一応物を運ぶにはハムチャンズの数が大切だな。ハムチャンズ、数が足りないと持ち上げられないからな。あ、なるほど。まあなんとなく分かりましたけどね。みんな揃ったら物に向かって A を押す。これやってごらん。 A、 はい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 。あとはそのまま歩けば物が運べるん。いや説明されなくてもなんとなく分かったけどね。これこっちまで来てごらん。は？いや橋かけたいんだけど。大将がこうしてる間にも生死の境をさまよってるんだけど。はい、こうやって置くというわけだな。いや大体分かるよもう。まとめて言うと、物に向かって A で持ち上げる。はいはい。好きなところに歩いて運んで。いや大将が死ぬ。こうしてる間にも大将の血が失われていってる。それとももう一、いやもう聞かない、もう分かった分かった分かった。大将を助けさせてくれ俺に。よしやるぞ、ハム太郎。はーむ、あこれ毎回やるんだね、この掛け声。年金、これ年金の上に落とせないのか。ダメか、大将くんの敵、お前さえいなければ大将くんは助かったのでちゅわ。よしじゃあやりますか。はあれ場所が違う。ハームん、下ろさないと。あーはいはい、ここに置いてみるのだ。なるほど、ハム太郎の指示が必要だったのか。はい置く。おー置いた置いた。ハムハムイエーイ。いやもういいから。早く大将助けようぜ。大丈夫かあいつ。大将、おーいどうしたのだ。あまずは意識があるかどうかの確認。さすが救命マニュアルにのっとってる。大将くん起きてほしいのだ。こっちのハムも全然起きないです。どうしましょう。いやハムスターのことはハムって呼ぶのやめろ。なんか気になる。どうしたんだ、様子が変だぞ。お新キャラカブルくん。大将くんたちは起きないのだ。カブルくん、あ頭にかぶってるから。安直なネーミング、どんだけ他に個性ないんだよカブル。大丈夫かしら、心配でちょ。じゃあ地下ハウスへ連れて帰ってあげるといいと思うぞ。地下ハウス、何それ、みんなで地下ハウスまで連れていくの。怖いんだけど地下ハウスっていう名前。テロリストがねじろにしてそう。あ、ええ、おー引っ張ってる引っ張ってる。地下ハウスに拉致している今。あ、おーめっちゃいる、こんないたっけハム太郎の仲間。大丈夫かしら、心配でちゅわ。あれ大将、それにしてもこの方はどっから来たのでしょう。なんだこいつ、顔が長え。なんかこいつだけ、うん、あ起きた。え大将どこ行った、大将は食ったかお前ら。え起きた、ハムハー、なんだよそれ。あーびっくりしてる。あ大声の表現、ダダダダダダ、誰なのさ君たちは。いやお前こそなんだよ、そんなに大勢で僕を取り囲んでどうする気なのさ。いやまあ確かに怖いなこの状況。うわーん怖いよ、助けてパパママ。こいつはハムスターなの、ハムスターってこと言うの。心配いらないのだ、僕らはみんな仲良しのハムちゃんズなの。わ仲良しであることを強要されている。俺ハムちゃんズに馴染めなそうだ。でもどうして僕はこんなところにいるのさ、上から落っこしてきたからね。あなたと大将さんが倒れていたのを僕たちは見つけて、それから。でその大将さんどこ行ったよ。あ階層、あカクカクしかじか、そうだったのか、君たちが僕を助けてくれたのか。そうとは知らずに大変見苦しいところを見せてしまったのさ。さって世紀末リーダーデンたけしか。今のことは綺麗さっぱり忘れてほしいのさ。ハミーゴ、ハミーゴってなんだよ、ハミーゴじゃねえか。仲間外れの犬だぜ。そういえば君の名前はなんていうのだ、ちょっと引いてるしハム太郎が。よくぞ聞いてくれたのさ。僕は虹の国の大スター。虹の国、おおどこ行くの、虹ハムくん。あそんな名前なんだ、なんで下に降りた。虹の国、虹の国って一体何なんだ。あそっち、俺大スターって方が気になったけどな。そう虹の国、それは夢と希望のパラダイス。え何それ、怖っ。あの美しい虹の世界を君たちも、なんか怖い怖い怖い。薬決めて見る世界じゃないだろうなそれ。あもうこんな時間なのさ、早く帰らなきゃみんな心配してるのさ。おう虹の国へ。
君らと別れるのは名残惜しいけど、さらばさ、アディオス、ハミーゴ。あ、やっぱアミーゴのことだったんだ、ハミーゴって。あ、待ってよ、ネジハムくん。ネジハム。めっちゃ言った。ハム太郎くん、私たちも追いかけましょう。追いかけまっちょ。いや、ほっといたら帰るんだったら。勝手に帰らせてやれよ。怖えよ、地下ハウスで監禁しようとしてるじゃん。どこへ行くんでしょ。あ、ごめんね。あ、メガネがいる。ニジハムくんはどうやって虹の国へ帰るんでしょうね。いたなあこんなやつ。名探偵コナンみたいな。せやな、虹なだけにその答えは2時間後。わあ、ハムスターといえどひどいな。ドワッハッハ大爆笑でっせー。関西弁のハムスターいたなあ。こんなやついたわ。まったく、一人で笑ってなさい、マイドくん。フリーザ様みたいな口調だ。一人で笑っていなさい。虹の国だって、そんなのあるわけないぜ。嘘に決まってらーい。え、もうお兄ちゃんって夢がなーい。あ、双子か。双子のハムスター。あ、顔長いやつだ。虹の国が本当にあるとしたら、これはすごい発見ですよ。なんでこいつだけ顔長いんだ。ちょっとかわいそう。虹の国ってどんなところなのかしら。気になる？ちびまるちゃん。ウッキキュー。うわ、なんだこいつ。こいつだけ違わない？こいつハムスターじゃないだろ、絶対中身。怖っ。あ、こうしら。あれ違う、講師じゃないこいつ。虹ハムくんはどうやって、よく似てるけど違う。模様、まだら模様のパターンが違う。偽講師だ。気をつけないと。あ、こっちは講師か。ややこしいなぁ。じゃ、何してんのそれ。え、無限にひまわりの種食ってる。虹の国って一体どんなところなんでしょう。美味しいものもあるのかな、僕も行ってみたいです。アホだなぁ。講師っていう割になんかアホなんだよなぁ、発言が。おい、ニジハム。いや、君たち、わざわざ僕を見送りに来てくれたのか。帰るっていうのは止めないよ。ちょうどいいさ、今から君たちにすごいものを見せてあげるのさ。すごいもの？僕のこの傘にはすごい秘密があるのさ。傘。これで虹を作ってしまうのさ。え、すげえ！その傘で虹を作る。それはすごいのだ。こいつだけなんかすごい特殊能力持ってるな。僕は虹の上を自由に歩くことができるのさ。あ、やっぱりあれ、歩いてたんだ。この傘で虹を作れば虹の国なんてあっという間さ。なるほど。虹を渡って虹の国に。それじゃあみんなお世話になったのさ。アディオスハミーゴ。それ気に入ってんな、お前。そんなにいい挨拶じゃないと思うけどな。あ、浮いた。え、あー、爆発した。ちょ、大丈夫か。え、なんで失敗してんじゃん。虹ハムくん、ちょ、ダサー。虹ハム大丈夫か。どうしたん、なんで失敗した？びっくりしたのさ、一体何なのさ。いや、お前に聞きてえ。え、帰れなくなったの、もしかして。虹の色がなくなっているのさ。虹の色がなくなってる。色がないと虹を作ることなんてできるわけないのさ。色をつけてたのか。そんなこと言って虹が作れるなんて嘘だったんだろう。あ、双子の片割れだ。嘘じゃないのさ。もう、まあ、実際虹渡ってたからな。7つの色の虹の材料さえあればすぐに作れるのさ。でも虹の材料がどこにあるのかわからないのさ。虹の材料。ウエン、僕お家に帰りたいのさ。パパ、ママ。あ、なるほど。それを集めてこいってことか。お兄ちゃんダメじゃない。意地悪いっちゃ。この2匹見分けつかねえ、マジで。虹ハムくん、僕たちハムちゃんズに任せるのだ。言うと思ったぜ、ハム太郎。お前ならそう言うとよ。虹を作る材料を探してきて、虹ハムくんを家に返してあげるのだ。すげえお人、おハムヨシだな、お前。さすがハム太郎くん、それはとてもいい考えでちゅわ。全肯定彼女。それに虹を作るなんてとってもロマンチックよね。ね、ちびまるちゃん。ちびまるちゃん出た。ウキュー。いや、こいつ怖いわ。頭巾の下から触手出して攻撃してきそう。ちびまるちゃん。よし、虹の材料探しにハムちゃんズ出発なのだ。あ、全員で？あ、もう、有無を言わさず。ハム太郎ってそんな権力あるんだ。で、ハム太郎さん、虹の材料ってどこにあるのでしょうか。それな、わかんないよな。僕にもわからないのだ。可愛い顔してごまかそうとしやがって。あ、図工。虹を作るためには7つの色の材料が必要なのさ。7つの色。ほう。赤、オレンジ、黄色、緑、それ。ちょ、待って、左下のお前、それ何出してる、それ。え、あ、指か。びっくりした。青、灰色、紫の夏ですね。あれにしか見えない、お前。しまえ、その小汚ねえもん。その通りなのさ。7つの色と同じ7つの材料があれば、ほう、色の材料を集めると、この傘を使って虹を作ることができるのさ。それを集めてこいってことね。でもなんだか傘の調子が悪いのさ。爆発してたもん。
どこか曲がってしまったかもしれないのさ。曲がった、あ、その程度。じゃあ僕は後で傘を見てあげるよ。あ、偽講師、傘を見てあげる。修理なら僕に任せてよ。あ、そんな能力があるんだこいつは。修理が得意。案外虹の材料はすぐ近くにあるかもしれへんで、関西ハムさん。てなわけでわいちょっと心当たりがあるさかい。ほなさいなら。あ、どっか行った。あ、抜け駆けは許しませんよ、マイドくん。マイドくん、面白そう、俺たちも行ってみようぜ。あ、続々と探しに行ってくれてる。うん、すごいな、さすがみんな仲良しを強要されてるだけある。同調圧力は半端ねえよ、ハムちゃん。じゃあ私たちはあそこ行ってみましょう、ちびまるちゃん。ちびまるちゃん、うっけえ、ジュラブシジュラブシ触手で移動してそう。皆さん行ってしまいましたね。あ、偽講師、あ、じゃねえわ、今のは本物の講師。ふう、やれやれ、ひどい目あったじゃん。お、大将。あ、そこに閉じ込められていたのか、大将。大将くん、怪我はもう大丈夫なのでちゅか。パンコブできてたもん。リボンちゃん。え、大将リボンに惚れてんの。なあ、はは、俺様あれくらい全然平気だぜ。いや、でもハム太郎の女、ハム太郎のメスなんじゃないのか、リボンちゃん。ところでみんなで集まって何してんの。大将、叶わぬ恋をしているな。やあ、ハミーゴ、僕がネジハムくんなのさ、仲良くやろうなのさ。ハミーゴ、押すね。ああ、てめえはあの時俺様にぶつかってきた。おは激凛に触れた大将。おは、怖っ、ひえー、ごめんなのさ、パパママ。大将怖え、粗暴だわこいつ。大将くん、そんなに怒らないでほしいの。デチは実はね、おい、しまへんだから出すな、いちいちボロンと出すな。そういう名前にするぞ。ふーん、なるほどな。で、虹を作るために7つの材料が必要ってわけだ。物分かりがいいな。あ、そうだ、虹の材料あそこにならあるかもしれない。講師、しーわく。ハム太郎さん、僕虹の材料さ、いや、そいつハム太郎じゃないよ。そいつ定期的にチンチン出すやつだよ。ムフフ、待っててくださいね、ジャジャハムちゃん。今すぐ行きます。ジャジャハムちゃん、そんなやつもいいのか。虹の材料、あ、待って、講師くん、僕も行ってみるぞ。かぶる。無個性かぶる。かぶるは応援したくなるな、あいつキャラ薄いから。そうか、あれだ。おい、みんな、俺様、オレンジ色の材料がもう分かっちゃったじ。お、大将、ほんとか。それは一体なんでちゅの、大将くん。うん、オレンジ色の材料。リボンちゃん、オレンジ色の材料はね、うん、ズバリオレンジだじ。あ、果物のね、オレンジ。なるほど、オレンジを出すな、だから。絶対言うからな、俺。俺は絶対指摘するからな、お前が出すたびに。むしろこれ以外ありえないと言ってもいいくらいですね。こいつ、そんで大したこと言わねえ。でも肝心のオレンジは一体どこにあるんでしょうか。なんか頭いい風出してるけど、同調してるだけじゃねえか、他人の意見に。ぬっふっふ。お、何？お、なんだ、アニメが始まった。あ、夕方になると太陽がオレンジ色になってとっとこ山に沈むだろう。うん、太陽、その時木に引っかかってそいつがオレンジになるんじゃないか。なんだその、なんだその壮大な妄想は。すごいな。きっととっとこ山にはオレンジがいっぱいあるに違いないぜ。太陽が木に引っかかってオレンジになる。でも太陽がオレンジになるなんて聞いたことないですよ。いや、でもこういう発想できるやつが、なんだ、万有引力とかを発見できるんだろう。なんだよノッポ、じゃあお前オレンジのあるかを知ってるのかよ。ノッポ、そんな名前なんだ。いや、もうノッポすらも下ネタに聞こえるわ、なんかこいつにかかれば。てなわけで俺様は今から一っ走りしてオレンジを取ってくるぜ。期待して待っててくれよ、リボンちゃん。なるほど、オレンジがオレンジ色の材料になる。そんじゃあな、バッハハーイ。なんだそれ、いろんな別れの挨拶持ってるね、ハムスターたちを。うーん、やっぱり太陽がオレンジってのは無理があるような気がします。今からでも間に合うのだ、みんなで大将くん追いかけるのだ。あー、まあでもオレンジ自体は材料になるんでしょ、虹のオレンジを探す。あ、ちょ、ノッポも加わってるし、やだなーこいつ。出すからな、出すのやだな、 YouTube 引っかからないかな。これ何、ここは大将くんの部屋。あ、個室あんだ大将。これなんだ、はっ、なんか始まった。ハムールさんの今日の占い、今日3番目についてるのは、そう、お羊座のあなた。なんか始まったんだけど、ハムールさんってなんだよ。ここは気分を変えていろんなことにチャレンジしてみて。占い、占いコーナーがある。今日2番目についてるのは、運、天秤座のあなた。運ってなんだ。一応ヤギ座は、まだ集めてないシールを見つけられそうな予感。どういうこと、集めてないシール。今日一番ついてるのは、なんと魚座のあなた。ちょ、ヤギ座は、ハムールさん、ヤギ座は
告白するなら今日がチャンス。素敵な恋ができそう。本当に無責任なこと言うな、ハムールさん。今日イマイチなのは双子座のあなた。ちょ、ヤギ座は？ハムールさん、ちょっとしたことで怒られてしまいそう。ラッキーポイントは公園よ。頑張って、公園。ちょ、出社拒否しちゃってんじゃん。え、ちょ、ハムールさん、ヤギ座はこれ毎回一緒なのかな。今日3番目についてるのは獅子座の。ちょ、ランキング変わってんじゃん。ハムールさん、この人無責任だわ。信用できねえな、この占い師。魚座イマイチってさっき1位だったのに、魚座。信用ならねえ、この占い師。おう、これヤギ座出るまで。あ、ヤギ座来た。2番目についてるのはヤギ座のあなた。頭が冴える1日、勉強にとっても集中できそう。わあ、あんま面白いこと言ってくれなかったな。勉強なんてもうしねえし、この年齢になったら。なるほど、ありがとうございました、ハムールさん。もう二度と見ないだろうな、この番組。え、あれ、こっちから上がれない？あ、この右のはしごから上がるのか。お、なんだこいつ。巨大ヒルに捕食されてるじゃんこいつ。大丈夫か。おい、オレンジャー見つかった？ちょ、恍惚とした表情してるけど。大将くんは木の上で探していたよ、むにゃ。いや、マジで食われてるようにしか見えないこれ。え、寝てんのかな、布団かこれ。いや、腹の動きがいびつすぎるだろう。地図なのだ、いろんなところに行ってみたいな。今日あいつ大丈夫かな。一回そう思うとそうねしか見えなくなった。お、なんだこいつ、ギタリストだ。いや、みんな、君たちにはこの木の声が聞こえるかい。藤岡弘氏みたいなこと言ってる。この木は君たちのことは大好きだって言っているよ。いや、怖い怖い怖い、なんだこの人。え、それだけ、木が好き。あ、偽講師だ。虹の材料は見つかった？僕の分まで頑張ってね。いや、お前も探せよ。あ、そっか、こいつは修理してんの。遠くからでもみんなのこと応援してるさ、頑張れ。いや、お前は探せよ。お前、事の発端だろうが、今回の。何、姫ポジについてやがるんだ、あいつ。あ、こっから出られるのか。あ、フィールドマップがある。とっとこ山。あ、とっとこ山行こうぜ。ここオレンジが取れるって言ってたとこだよな。なるほど。よし、とっとこ山でオレンジ探すか、じゃあ。